せーの、イエーイ。どうもどうも、中穂です。中穂です。数字を持ってる2人ということで、今日は番外編です。なんとなんかね、最近はね、うん、なんか数字が持ってる2人ということで今日どこに来ましたか。今日はなんとじゃん、何やってるの手動むず手動むず、はい、今日はなんと2人で、はい、サンリオピューロランドまでやってきちゃいました。そしてこの服は何ですか。制服ですよ。何か何ですか。いい香りします。いい香りする。いい香りします。私のためになんでよ、なんで気づくの。本当によく気づくよね。素晴らしい。怖、まあ、置いといて置いといて同い年なのね。そう、同い年なのでね、同い年カップルということで、あーはーい楽しい一日になりますように。はい、楽しんでいきましょう。行きましょう。あ、近い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 、すごい近い。ナムさん、おはようございます。おはようございます。ついに来ましたね、この日。いや、来ましたね。もうカオちゃんのことなんで、すぐ気づくんじゃないかなって私は思って、そのカオちゃんをこう一番近くで見てる私が、これならいけるだろうっていう5つのミッションを5つのミッションを些細なこの違いに気づくかなっていう。これじゃあもともとそのまんまにして、はい、なんかランチとか食べた後とかにずらしましょうか、はい、そうですね。まあきっと、まあ、お手洗いとか行くタイミングがきっとあると思うので、まあ、そのタイミングとかにちょっと直して、ホールウッドソン凍ったのっていうのが気づいてもらえたらいいなっていうふうに思います。多分誰よりも見てると思うので、自分のこと多分自分以上に見てると思うのでそういった些細な変化とかに気づいてもらえるように、まあナチュラルにいけたらいいかなっていうふうに思います。頑張ります。じゃあ早速行きましょう。はい、行ってきます。イエーイ今日すごい嬉しそう。今日寝れなかったもんだって。寝ろや、2時間しか寝れない。寝ろや寝ろ全然寝れなかった。楽しみすぎて。寝なよ、遠足前じゃん、うん、うわぁ、イエーイ、入場。周辺のお尻みたい。周辺のお尻みたい。周辺のお尻みたい。やばい、一番可愛い。やばい、一番可愛い。なんでだよ。周辺。ゆずさんのお尻。周辺。バイバイ。かわいい。え、ティアラついてるのもかわいいんですよね。ティアラもかわいい。おちゃっこもかわいい。足もかわいい。王道かわいい。王道かわいい。めっちゃかわいくない？でも絶対キャラじゃないじゃん。え、でもかわいい。超キャラじゃない。かわいい。かわいいです。かわいい、かわいいですよね。違う違う、かわいいですよね。え、かわいい。本当にかわいいじゃん。本当に、うん、どっちでも似合いそう。え、めっちゃ似合うじゃんでもすごい、なんか4方向確かに4方向にある。かわいいけどね。これめっちゃかわいい。多分それつけてる人の中で一番似合うじゃあこれにしようかなそんなん言われたらね、これにしちゃうよ合わせて。だってピンクのイメージじゃないじゃん。本当に可愛いですよ。ピンクのイメージじゃなくない？ほら、こっちっぽいじゃん。こっち惜しい。何するか。かほちゃんということで、で、さっき買った、うん、宇宙車をつけましたじゃーん、かわいい。どう？似合います。うん、世界で一番かわいいかおちゃんもここのピューロランドにいる中で、うん、一番これつけてる人の中で一番似合ってる。かわいいですか。かわいい毎回言ってください
今日はプリティな日高穂でお届けしたいと思います。プリプリ大好き。座ってください。シルバーのゆでたまわし。あ、なに、はい、あなたです。うちらですか。幸せの鐘を知っていたい。鐘ですか。幸せの魔法がかかるって噂だよ。かかりたい。さあ早速知恵の木の中へ入ってみてね。行ってみます。え、鐘鳴らしたい。鐘鳴らしたい。恋愛成就。恋愛成就。真っ赤だね。真っ赤。ちょっと翔平さんのさ、用具って赤なのよ、ここにつけたりするやつ、それぐらい赤い。わかんないですよ。わかるやろ。翔平さん赤いね。赤い。え、調べる。ねえ、手繋いでていいって言ったじゃん。繋いで、そういうんだ。こう？え、どうやってやるの？反応しない。どんどん繋いで。行けよ。あ、来た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 。嘘でしょ。出ちゃった出ちゃいました。見た、ね、見た。マイナス 100% だったよ。見た。見てない。ねえはい、マイナス 100% でした。信じられない。マイナス 100% 出ることある。マイナスだよ。しかも 100% だよ。信じられない。取れ高狙ったんですけれども、どうせどうせ狙ったんだろう。ちょっとマイナス 100% だったんですよ、キティちゃん、そう、それがおかしいですよ、壊れてる。それがこの鐘を鳴らして何パーセントになるかですよね。最後にまた行きましょうね。じゃあこれが終わって、まあ満喫し終わった後に相性してどれだけ良くなってるか見ましょう。それでこの鐘のあれが分かる。やっぱ一方通行感が出ちゃってたのかもしれない、うん、あ、自覚あり。ありがとう、キッティちゃん。キッティちゃん、またね。うちらの相性が今日はどこまで良くなるか楽しみにしててね。楽しみにしててね。後で報告に来るからね。またね。大好き。こちらの時間です。ちゃんとお腹が空いたので、グラタン、ポテトたち、カレーです。あ、やばいやばい。あ、そう、デザート、お芋だって。はい、いただきます。次どこ行くの？何が空いてるの？乗り物が乗りたいですよね。そう。なんか乗り物は乗ってこなくて、写真撮りたいですね。そう。フォトスポットない？どこがフォトスポットなんだろう。どこでもフォトスポットな気がしちゃう。なんかあんまり知らない親友から、あんたさみたいな、すごい後輩に好かれてないみたいな。そうなんだよね、すごい子にね、あんたのツイッター流れてくるんだけどさみたいな。同い年ですか。うん、やっほー。私と同棲しましょう。しないよ。何が原因ですか、一番。え、あ、一人の空間が欲しい。両先生になってもちゃんとそれぞれに部屋があるなら、うん、作りましょう。じゃあそういう感じで進めときます。じゃあ私の好きなところは、うん、あるかな。そこ磨きます、一生。じゃあおしっ。ねえ、ねえ、けどさ、アイカピョンとかに対してかわいいって言ってるのはさ、どう思う？え、ウカホにも言ってよって思って。けど
ど、言わないんですか、ほに可愛いってことは。え、だから、え、ブラックなのかな。ノイズだ。行きまーす。Let's go。 Let's go。 大好き。めっちゃより真っ暗ゆうずさん周辺といい感じ。そういうことないですか。ないですちょ見て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 邪魔してる。いや配置がおかしいのよあんたのさっきちっちゃい子つけたけど、だから可愛い、うん、一番可愛い。待って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 るよ待ってるよ待ってるよ待ってるよ今のとこください。これめっちゃベストショット、ベストショットです。クマさんに大好き。絵の前作ります。めっちゃ上手くる。あ、かわいい。どうしたの。絶対気づかれないんですよね。焦ってる。分かんないときはギブアップでいいですかね。あれ